ヒナウキクサは、ウキクサ赤の青ウキクサ属に属する水草の一種であり、水面に浮かんで生育する。養状体は小型で一脈の実を持つ。南北アメリカ原産であるが、ヨーロッパや日本に帰化している。同様に一脈を持つ禁煙種として、チリウキクサが知られる。本種も南北アメリカ原産であり、日本にも帰化している。水面に生育する浮遊植物であり、 養状体と根からなる。養状体は卵形から長大円形。大きさは 12.5x11.2mm1 脈があり、脈状に13個の目立たない突起がある。養状体表面は白6色であるが、影地では緑色になる。養状体の裏面は泡薄緑色。一本の根が水中へ伸びており、根性気分に翼はなく、根端は細くなるが尖らない。 養状体の基部側面から、新たな養状体を形成して出芽状に増殖する。単独、または2、4個の養状体が繋がった軍隊を形成している。休眠目は形成せず、養状体のままで越冬する。高菊草と雛浮草菊草は5、9月であり、花は養状体基部側面につく。花は2個のおしべと1個のめしべからなる。めしべの脂肪は1個の廃止を含む。 果実は翼を描く。種子は125本のあばらがある。染色体数は 2n イコール36、40、42。北米南部から南米に分布する。ヨーロッパや日本にも帰化している。故障やため池、水路、発電などに生育する。ヒナウキク草と同様に一脈を持つ小型の種として、チリウキク草が知られる。 地竜菊草の養状体はひなう菊草に比べて細長く大きさは 24x12mm 時にやや湾曲する養状体表面は白六色であるが影地では緑色が濃くなる根端は二部頭養状体のままで越冬するが一部は水中に沈む南北アメリカ原産でありスペインや日本に帰化している 青木草族の小型種として、日本からは、ちびキき草も報告されているが、これはひなうき草の5人ともされる。ありがとうございます。